6月4日土曜日、我が菜園から収穫してきた野菜たちです。つい先ほど収穫して洗ったばかりです。カリフラワー、真っ白いのができると思ってたら紫色が混じっています。そしてインゲン、きゅうりを1本、玉ねぎは先日収穫した中から小ぶりのものを3つ選びました。それからリーフレタス、そしてスティックブロッコリーで、ずっと来てパセリ、ナスは米ナス1個に普通のナス1つ、それから初収穫のトマトを2個、そしてその右側がシシトウ、これも初収穫です、3個、そしてもうほとんど終わりに近いキヌサヤ、そしてジャガイモ。ジャガイモはもうすぐ全部収穫しますが、嬉しいことに今年はこんなに肌のいいジャガイモが収穫できています。というのは去年のジャガイモがあまりにも汚い肌だったので、今年はしばらく畑を寝かせてから作ったら、つまり土作りをちゃんとしたら、こんなに綺麗な肌のジャガイモができました。嬉しいです。このように野菜を作ったりして、ささやかな幸せを楽しんでいます。